皆さんこんばんは、地球永住計画代表の関野義晴です。今日は大先輩たち3人に集まっていただきました。で、先輩たち、3人とも、大学探検部に、関連していて、私も1968年に一橋大学で50年以上前に、探検部を作りました。で、それ以前、もっと60年ぐらい前に、今日出演の河野元志子さんは東京農大に探検部を、創設しました。で、平さん、平康夫さんも、60年代半ばに厚生大学の探検部を、創立いたしました。そして、山田勇先生も、京都大学の探検部に入部して、活動しています。その3人に、まず、最初に10分ずつ話していただき、その後、3人に座談会をしていただきます。で、司会もやっぱり、法政大学探検部 OB の岡村隆さんにしてもらいますが、岡村さんも、私より1年先輩でいました。その岡村さんに、今日は司会をしていただき進行していただきますので、じゃあ岡村さんよろしくお願いいたします。はい、拍手はいらないです司会を仰せつかりました、岡村です。ただ司会と言いましてもですね、今日はお三方の提談というのが、テーマですので、お話、三人のお話がガンガンこう弾むようであれば、司会の存在はいらない。私もそれを実は望んでおります。じゃあまず山田先生から最初にお願いできますでしょうか。はい、わかりました。私は山田です。私の特徴といえば多分ですね、今の時代にコンピューターとか携帯とか一切使えないという男であります。それで今日はですね、いつも助けてもらってる飯塚さんという方に来ていただいて、昨日から練習をして、臨みたいというふうに思っております。私の子供時代の生活からという第一部ですが、私は京都西陣に生まれまして、戦争の終わる2年ほど前に生まれたんですが、建立校という西陣の真ん中に爆弾が落ちまして、でこれ危ないというんで万馬町というところへ移りました。でこの万馬町での生活というのが私の子供時代を見つけたといいますか、長屋が20軒あってですね、そこに子供が大変たくさんいたわけですね。でそこの裏庭が全部自由に行き来できまして、で親の干渉というのはほとんどないというようなところで、特に水場という、言葉が京都にはあるんですが、サーガニを探したり、でこれがサーガニを探していると、ところですね。でここへ行くととにかく心が満たされて大変豊かな気持ちになるというところで、しょっちゅうこういうところへ行ってたわけです。でこれがその当時の私の、テリトリーでして、真ん中の赤いところが金閣寺です。でこの200メートル下に我々の長屋がありまして、でそこから山へめがけていくというふうな、でサワガニがあったり水晶があったりタケノコがあったりゲンジがあったりという、走って1時間ぐらいのところに毎日行くと。で当時の思い出としては池がいっぱいあったんですが、残念ながら今はもう池がほとんどなくなってしまって、子供の遊ぶところもなくなっていったという状況です。で、この水場というのが一つのキーワードなんですが、この4番目、行けば必ず報われる心の癒し場という、子供の頃にですね、とにかくそこへ行けば、とにかくいい気持ちになるという、そういう場があって、でそこに行くというのがその当時の一番の楽しみでした。次お願いします。これが当時のその山へ行く時の姿でして、必ずですね、棒を持って、棒とか弓とか矢を持って行って、何かあれば必ず棒で枝を折ったりとかですね、そういうことをして、
歩いている図です。で、読書のことを聞かれたんで、これはまた後でゆっくり言いますが、本はとにかくほとんど読みませんでした。ただ、講談社の少年向けの、ロビンソン・クルーソーとかですね、15少年漂流というようなものを読んで、で、その後、山に惹かれまして、単独校とかですね、そういうのに惹かれて、山岳部へ行きたいなと思ったんですが、本田勝志さんの知られざるヒマラヤというのが出てきまして、で、これはもう探検部だということで、探検部に入ったわけです。それからですね、大学入りまして、探検部入りまして、熱帯雨林をやろうということを決めまして、で、それから、とにかく、まず熱帯雨林を行こうということで、最初の20年ぐらいは東南アジアの熱帯雨林に入ってたんですが、その後ですね、やっぱり、アマゾンも見たい、アフリカも見たいということで、そっちへまた行きまして、今度は熱帯雨林以外の森も見たいと、それからもっと山も見たいし、いろいろ見たいということで、だんだんと世界中を回るというようなことで、167回です。行ったということになります。これはニュージーランドの森なんですが、オンタイリーの森もですね、ごく一部に残っているだけで、ほとんどが牧場なんかに開発されてしまったわけです。で、私が山へ入るときは必ず僻地を通りますから、その僻地にですね、非常に小さな幸せの家庭というのをいつも見るわけですね。で、森を切るということは、こういう、小さな幸せを潰すということで、とにかくこれはいかんということで、あちこち回り出したわけですね。で、当時の全体のちょっとした100年ぐらい前から現在までの一つの図に表すとこういうことになって、私は赤いドクロと呼んでるんですが、この真ん中の緑のところがですね、貴重な残されている、生態資源の生態系ということですね。で、この緑の部分がどん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 と周りの墓から圧縮されまして、ますますこれが小さくなっているという、そういう状況が今見られます。動くときにですね、いろんなコンセプトがいると思いまして、生態資源という人間も含めて、一緒ごたにしてですね、とにかく、生物だけを切り取るんじゃなくて、生態と人と、文化というものを大事にした上で行動しなければいけないということで、生態支援という言葉を作って、それをもとに、あちこち回っておりました。で、地方へ行きますと、特林課という方がおられます。で、非常に長く、現地にいてですね、何でも知っていると、何でも努力しているという、そういう人なんですが、そういう人に会うたびにですね、私はそういう人を軸にして、地域の振興というのをしたらどうかという、ことを考えておりました。次お願いします。で、これは特林化を中心にしてですね、国際協力とか、それから周辺の共同体の地域を盛り上げるという、そういう構図を考えていたんですが、その時一番ネックになるのは、会社人間なんですね、都市域。で、大学生とか熟年層とかはいいんですが、都市域の、会社の人をどうするかというのが一番その頃問題でしたが、今やですね、会社の方も環境問題というのを意識しなければ成り立っていかないというような状況になっておりまして、それを次世代へ移行するという、そういう仕組みを考えております。で、私は子供向けによく喋るんですけども、これは確か幼稚園か、あるいは小学生の2年生ぐらいに喋った時の、図なんで、ちょっと平仮名を打ってますが、人間世界というのはですね、とにかく仕方がない、仕方がないと。で、今、人間のやることというのは、すべからくですね、地獄に近いところに落ちつつあるというふうに私は見てるんですが、その中で、救われるのはやっぱり子供の世界だと思うんですね。で、子供の世界とか森の世界、そういう中の神前美というものが、これからの人間世界を救っていくんではないかと。いうようなことを考えているわけです。で、子供がとにかく大事であると。本当にですね、これから地球を、いかに良き地球を残すかということが、我々大人の使命であるというふうに思っております。今、非常に美的とは反対の環境というのが世界中に見られますが、それとは逆の元の、本当に美しい
地球を地球に戻そうという、その努力を少しでもしていこうという、そういうまあ活動をビビたるもんですが、やっております。以上で簡単ですが、私の自己紹介といたします。ありがとうございました。じゃあ次に、広吾さん、お願いいたします。私も、広吾元彦、現在未来ということで、80年の人生を10分間でやります。ここに書いたように、小学校時代、明星学園という学校にいたんですが、長所取り、時拾いというのに夢中になっていました。で、すごく単純な人生で、高校、大学は山登りが中心で、社会人になって、まあ、いくつもの、あれがあるんですが、マングローブというところに、40年前に、取り憑かれまして、現在に至っています。で、80年の人生、キーワードで言うと、いくつかここに書きました、ね。自由ということ。勤め人はほとんどやってない。非常に貧乏だった。これは後で詳しく皆さんが知りたい。それから人間関係で、やっぱ親、各国さん、仲間、先生、共同、そんな人に恵まれました。だから今の選択としては、ヒマラヤも含めて、一口で言うとパイオニアワークということです。だから、一番やっぱり感謝しなきゃいけないのは、恵まれた時代にあったり、で、高度成長の時代にあったり、地球環境問題があったり、まあ何よりも75年間平和が続いたということです。はい、続きます。で、これは蝶々の好きな人はみんな知ってるわけですが、左の大きなのが赤立て派。これを最初に見た時の感動は今でも忘れない。それから高校時代に秩父を歩いてた時に、イカギモンガという画を見たんですが、これは蝶々と全く同じ振る舞いをやりますんで、蝶々の心象を見つけた。まあ、蝶々が私の人生のスタートです。で、私が小学校1年生の時に、小学校の1年前に、戦争が終わったんですけど、大変貧乏な時代でした。で、全員が貧乏だったんですが、ある時に我が家は貧乏な中でも一番の貧乏になったわけです。で、この貧乏っていうのがあったおかげで、その後ヒマラヤ行ったり、どこ行ったりしても何も恐れることはない。で、私は貧乏体験というのはものすごい大事なことだったと思っております。で、いくつか私の原点というのを書きました。さっき私が学生時代、ヒマラヤに行ったという話がありまして、原点のすごく大きな一つがヒマラヤに行けたこと、それから探検部を作ったこと。で、結局探検部を作って、もう翌年にネパールに行って1年半ぐらい行動してたわけですけど、これがすごく大きな原点になります。はい、次です。で、マングローブを始めたのは1978年からなんですが、それから数えるともう40年間。で、ある意味で大変恵まれてたのは、アラビア半島の砂漠の気候の中で、マングローブを育てようっていう研究から始まります。で、これはやっぱり一番困難だったと同時に、まあ、私たちがやった実績として誰もが認めてくれた。その後、東南アジアとか南米とかに行くわけですけれども、ここでやった基礎、最も厳しい環境の中で育てる、10年間やったことが、ベースになります。で、この後は、ミャンマーで。これはもう20年続いてるんですけれども、これはもう、やっぱりアラビアの経験が大変活かされて、ミャンマーの森林局が10年、植林をしようとして、失敗してたのが、私が UNDP から頼まれて、わずか3年で目処が立ったということです。次はベトナムです。皆さんご存知の枯葉作戦のこと、があった国です。で、ここは、
ここもやはりすごくいいパートナーに恵まれて、非常にうまくいっております。そんなことをやって、そのマングローブの調査を、ほぼ世界中歩きました。で、一番やっぱり、そのマングローブ、荒廃したマングローブを復元するということで、意味があったと思うことは、やっぱり生態系の回復です。で、これはミャンマーの絵なんですが、砂漠上の、土壌が、木が育つに従って、どんどん湿気が増えてきて、土壌が水分を持ってくる。で、この生態系の回復というのは大変、感動的なことでした。それで、これから未来ということで、この10年ぐらい、マングローブの起源ということに凝っております。で、この、これはスピッツベルゲンの写真なんですが、ここに行った時に、スバルバル大学センターというところに行きまして、これは世界で一番北にある一番ちっちゃな大学。で、こんなような感じで、マングローブの大学を作ろうと、30年取り組んでますが、まだ進んでおりません。以上です。ありがとうございました。じゃあ、平さん。はい。今、私の住んでるところは山形県の酒田市っていうところだったんです。山形県の、秋田県の境目ですね。鳥海山が見える町です。ここで今やってるのは、鳥海山から流れてくる川が月光川、月の光、それからもう一つは日光川っていうの、二つの川があるんですけども、ここのところで、庄内、里海、里山の会というのを始めています。これは山だけでなくて、海の中までジャングル作ろうと。海と山と川はみんな繋がってんだよ、というような、イメージで。活動を始めたところです。さて、私は1945年生まれ、この中では一番若いわけですけども、小学校4、5年生の頃ですね、マナスルと南極探検、これが映画になったんです。で、小学校4年生の時に、南極探検に寄付しようということでもって、クラスの中に募金して、200円ぐらいか300円ぐらいか集めて、朝日新聞のこれ持って行って、4年1組、学級、南極、募金以下っていうのを、出したことを覚えてます。で、高校は、目黒区にある、東京の目黒区の小山台高校というところですけども、ここでは暗い青春を、送るわけです。その分、山登りを始めまして、安達太良山に行ってきました。高校2年生の頃ですね。で、これはじいちゃんの、大好きな山で、報告したところ、いい山だろうってことで思って、いろんな話聞いてるうちに、そのおじいちゃんが昔は南千島の探検隊を、行って石油探してきたんだと。カールサンド探してきたんだというような話を聞かされたり、それから、おばが、内蒙古の探検に、行ってきたとか、そんなような話を聞いて、あ、これなら結構、あちこち行っても、この家系だったら、許してもらえるかなって気も持ってました。はい。で、今、お三人から、幼少時代、少年時代、の原体験というものを踏まえて、その後、大学で探検部に入ったり、探検部を作ったりされたというお話が出てきました。で、そこでですね、ここで、ちょっと話題を絞ってですね、そういったご自身の歩みの中で、自分にその影響を与えるというような形で出会った人々、こうそういう具体的なこの人についてですね、具体的な人物ということでちょっと語っていただけないかと思うんですが。